はい、皆さんこんにちは、サガンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は掃除機のね、昔と今の比較をしてみたいと思います。便利だ便利だと言われているルンバですけれども、本当に便利なのかという点について、昔のコードリール付きの掃除機と比べてみたいと思います。はい、ではご覧ください。はい、私はですね、あえて昔からあるこういうコードのある古い型の掃除機を買いました。では早速使ってみたいと思います。このあたり、わざわざというか、まあもともとあったゴミもありますけど、ちょっとわざわざこういう大きいゴミをね置いてみました。それをルンバと今回私が買ってきた掃除機とどっちが有効にきれいに取ってくれるかということを確かめてみたいと思います。綺麗にやってくれるんですが、私はゴミだったかもしれない。ここにゴミあるでしょ、ここにあるでしょ、でこの辺ありますよね、パラパラと。そのゴミを1時間も2時間もかければやってくれると思うんですが、全然今見向きもしないんですよね。ここつまりやってほしいなと思うところをなかなかやってくれないんですよ。もう一つは大きいゴミを取り逃していく。どうしてもね、さっきからこれを落としていくんですよね。すぐここにあるのにこう斜めに来ちゃって、しかもすぐここにあるのにさっきからこのゴミ取ってくれないんですよね。いずれは取ってくれるって。飽きたかな。まだ足りないね、まだ残ってますね。ということで、ルンバの欠点は3つあります。1つ目は大きいゴミを取ってくれないこと、2つ目は取ってほしいゴミにすぐパッといかないこと、3つ目は片付けが非常に大変でホコリだらけになるということです。お、ようやく取れたかな。まだまだこっちの汚いですよね。このゴミは相変わらずありますよね。ということで、では私が買ってきた古いタイプの掃除機はどうかということを見ていきたいと思います。はい、では今日買ってきた昔ながらの掃除機でやってみたいと思います。ゴミは改めて出しました。まあ、うち猫ちゃんがいるので、猫ちゃんの毛はねちょっと虫ってというかすぐに落ちてくるので、それパパッと取って、あとちょっとゴミをね、ティッシュとか平べったいけれども形の大きいゴミだとか、ちょっと厚みのあるゴミだとか、これらをどうするかというのを見ていただきたいと思います。はい、まず旧式のタイプはコンセントを入れないといけません。で、例えばこういうとこいっぱいだとしたときには何かを抜かないといけません。はい、入れました。
い、これだけのゴミが残りました。こういうね、大きなものですね。これ透明の、これちょっと透明の袋に破れたもの、それから紙の切れ端ですね。これはルンバもできなかったし、これもできませんでした。じゃあ機能的に同じかというとですね、そうでもないんですよね。これはここを取ればいいんですよ。ヘッドを簡単に抜けますので、取って袋まだ取りませんけども、ここをスポンと取ってそのまま捨てればいいんですよ。昔のコマーシャルでよくやってましたよね。手を汚さずにスポンと取ってポイッと捨てればゴミの処理ができます。今回はルンバの片付け方です。まずルンバのゴミはどこに入るかというと、ここですね。ルンバのダスト容器を再度取り付けてください。再起動してください。汚いね、ゴミが出てきますので、ちょっとぼかしをかけますけれども、この中に入ってるんですが、そもそもこのケースが小さいんですよね。で、他にゴミが飛び散らないようにこういうものに入れて、まずは捨てます。この段階で結構めんどくさいんですが、ここもね、ここにもゴミがね、フィルターになってますので、ここのゴミのフィルターもですね、取らないといけないんですよ。結構手を汚します。これも入れました。でなんならこれね、水洗いしなきゃいけないんですよね、この中。はい、そしてこれで終わりじゃないんですよ。裏を見ます。裏のここも掃除するんですよ。で、こういうところに挟まってる髪の毛とかね、絡まってる、手で取らないといけないんですよ。で、ルンバのですね、究極のめんどくさい点は、終わった後に自分で電源のところまで来るっていうんですけれども、まだやってもらいたいなっていう時にもう電源がないので、バッテリーに充電しなくちゃいけないんですよ。で、その充電にまたすごく時間がかかるので、途中でもしかして汚くて終わってしまったとしても、次に続きをやるっていうのに1時間くらい時間かかるんですよね。なんかお掃除の気持ちが途中で慣れてしまうというか、なのでちょっとルンバをね、ある程度きれいに、全部部屋をきれいにして、そしてこう紐だとかコードだとか、なんか紙切れとか、そういうこれが挟んで困るようなものを全部片付けて、そして座布団とかソファとか、なんかいろいろ下に置いてあるようなもの、例えばこれもそうですよ、電源なども全部この上に置いて、フロアの部分を何もないような状態にして、お出かけの時にこれを回していくと、帰ってきた時には、まあ、電源こそあればしっかりきれいにやってくれるというものなんですよ。だけどそもそもその辺に散らかってるような大きなゴミとか、またはついでにちっちゃなゴミとか取ってるうちに部屋なんか綺麗になってしまうので、もう一回これをかけるってことはあんまり必要ないんですよね。だからそもそもその辺に散らばってる汚いゴミとか紙くずとか、うちの場合は猫の毛とか、まあ私の髪の毛のような、そういうものを
サク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 と掃除機の中に詰め込んでってくれる、そういう掃除機が欲しいなと思って、それだとこれだとダメだなと思って、なぜなら入れていく穴がこれですのでね、吸い込んでいく穴がこれより大きなものが、大きなゴミが入っていくわけがないんですよね。ということで私は今回はあえて昭和時代のといいますか昔風のコードのついた掃除機を買ってきました。でちなみにダイソンのね、コードレスの掃除機もあるんですけれども、あれもそんなに吸い込まないんですよね。吸い込みは強いかもしれない、吸引力は強いかもしれないんですけども、大きなゴミは取ってくれないんですよ。さっきのようにここで吸えないゴミは、ここで吸えないゴミは、ここをスポンと取って、この大きなとこでスポン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 と吸い込んでくれる、この大きなところでね、というのがやっぱやりやすいかなと思って、こういう旧式のクリーナーを買ってきました。ということで我が家の場合には、まあ、ある程度の大きなゴミねは掃除機が吸ってもらいたいなと思うことと、あとは片付けが楽、手を汚さなくて良いという2点から昔ながらの掃除機の方を選びました。皆さんのお宅ではどうでしょうか。最近ではね、ルンバにさらに雑巾分けをする機能がついているというものもあるようですけれども、それはそれでまた片付けが面倒だと思うんですよね。なので、便利になったっていう機能について本当に準備から片付けまで含めて便利になってるのかなということを確認した上で最新家電を買った方がいいかなというふうに思っているところです。皆さんのお宅はどうでしょうか。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。